沖野選ぶ台風は、九百七十七年九月九日に、鹿児島県沖野選ぶ島で、日本の陸上における最低気圧を記録した台風である。沖野選ぶ台風の進路図九百七十七年九月二日十二時に、カロリン諸島付近で台風九号が発生。当初台風は西北西に進んでいたが、五日には、進路を北北西に変えて勢力を強め、 北東から北へと進路を変えて、9日23時前に沖の選ぶ島を通過した。その後は東、シナ海で急に進路を西に転じて中国大陸に上陸し、12日には弱い熱帯低気圧へと変わった。沖の選ぶでは9日22時50分に日本の観測史上第1位となる最低気圧907.3ヘクトパスカルを記録し、 同日22時過ぎに最大風速秒速39.4メートルを観測した。その後猛烈な風のために風速計の支柱が傾き、それ以後観測が不可能になった。沖の選ぶ速攻所の見積もりでは最大瞬間風速は秒速80メートルに達した。この台風の影響で沖の選ぶ島の半数の重火が全半壊するなど大きな被害が生じた。 東、シナ海では台風により多数の漁船が遭難寸前となった。また台風の北上に伴って日本列島に沿うように停滞していた前線の活動が活発化し九州地方から東北地方の太平洋側では期間降水量が所々で400ミリメートルに達する大雨となった。総降水量は179ミ、mm、リメートルに達した。気象庁は 台風が沖エ選ぶ島を直撃した4日後の13日に、この台風を沖エ選ぶ台風と命名した。それ以後2019年に発生した令和元年、房総半島台風及び令和元年東日本台風まで42年間にわたり、気象庁によって台風が命名されることはなかった。ちなみに、正式小衛星。 ひまわりが9月8日に最初に撮影したのが沖の選ぶ台風であった。沖の選ぶ台風をきっかけに9月17日からひまわりによる1日2回観測が始まった。また、大西洋北部には沖の選ぶ台風と同じ国際名を持つハリケーンベーブが同時に存在していた。離島のためあらゆる物資が不足。特に薬品、飲料水、 食料が不足し定期船も大しけのため接岸できず、緊急の空輸要請があった。戸田、東亜国内航空は、YS-11 を2機手配。客室内にまで必要物資を搭載し、沖の選ぶ空港への物資輸送を行った。その他にも、電力工事再建のため、航空自衛隊の C-1 により電気、工事車両の空輸が実施された。現在は、 台風直撃が予想される場合、九州電力は事前に上陸予想地に災害復旧隊を選発させる対応を行っている。ありがとうございます。